クスノキは、大日本帝国海軍の駆逐艦で、川形駆逐艦の6番艦である。同盟艦に、立花形駆逐艦のクスノキがあるため、こちらは、クスノキや、クスノキ愛などと表記される。1914年11月10日、神戸川崎造船所で寄港。1915年3月5日、浸水し、同年3月31日、竣工。 第一次世界大戦では、1916年から1919 19年まで、シンガポール方面警備と地中海の海上護衛に従事した。1932年4月1日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦報に基づく。軍艦基本計画資料シート14、艦馬艦正常備状態の値として、 全長82.906メートル、推薦長82.308メートル、推薦間長79.260メートル、推薦幅7.325メートルとしている。日本の駆逐艦 P293 では、全長82.29メートルとしている。戦士創三31海軍軍船備一不評台1、その2、対正9年3月長官邸用目等。 一覧表その2駆逐艦による暗式 12cm 砲、戦士総称31海軍軍船備一不評第1、その2、対正9年3月町官邸要目等、一覧表その2駆逐艦による暗式 8cm 砲、ありがとうございます。